その先、コンバート計画。西武西口文也監督が20日、NHK、ニュースウォッチ9に出演し、正二塁手の外崎修太内野手のコンバートを示唆した。外崎はプロ3年目の17年から二塁に定着。リーグ優勝を果たした19年の三足打線では、主に5番に座り、チームの中心選手として活躍したが、21年以降は打率が2割台前半に落ち込むシーズンが増え、今季は2割2分7厘に終わった。西口監督はチーム編成について、今のところ、レギュラーはショートの源田しか考えてないと選手には伝えました。理想の守備像は大体頭には描いているんですけど、それは言えないんでね。まだ、源田しか決めてないですと話した。レギュラーが白紙となる外崎については、セカンドはクエスチョンです。外崎選手はセカンドを守ってないかもしれない。どこかに固定して守ってもらおうとは考えてます。言えないですけど、見てればわかりますよ。お楽しみにとコンバートを示唆した。外崎のコンバートは、内野に使いたい若手が多いというのもあるのかもしれない。源田加入でショート固定できた年に、外崎がレフトで結果残したんだっけ？またレフトにチャレンジということかな。源田以外、スタメン白紙はその通りだと思うので、昨年の外野争いとは違った高次元な争いを期待してます。若手主体の秋季キャンプに呼ばれてたのはそのためだよね。一生懸命サードの練習してた。外野の可能性もあるかもしれないけど。外崎がコンバートなら、腰に負担がかからないサードになると思う。そうなると二塁は佐藤か平沼だろう。内野陣も若手が増えてるし、外さんの守備負担を減らす意味では、ライトとかへのコンバートもありだよね。レフトに戻して打撃に集中してほしいけど、山賊時代はマークの薄い下位打線だから暴れられてたと思う。相変わらずレギュラーが固まらない外野手の候補になるのかな。セカンドに誰を抜擢するかも含めて、西口マジック楽しみにしてます。外崎は守備力は高いが、その負担で打撃の方が落ちてきた。守備負担が軽いポジションに行くことで、また打てるようになりそうではある。